見て。あー、え、あ、よよよ、まやです。はい、ということでですね、明日から私まや断食を行いたいと思います。断食とは、ということです。一旦水だけでやり始めて様子見ようと思ってるんやけど、ちょっと厳しそうやったら、とりあえず野菜ジュースとか、酵素ドリンクとか、ルイボスティーとか、特茶とか、スムージーとかを摂取してやっていこうと思っております。様子見てっていう感じ、とりあえず。なんでだって無理せず。今回もダイエット目的っていう感じよりかは美容目的というか健康目的でやっていきたいなと思っております。美容効果とかダイエット効果とか便秘解消効果とかね、あるから。便秘解消効果が一番大事。私は今回3日間するので、準備食として今日まで3日間回復食をね食べておりました。まあちょっとずつ量をこう減らしていって、今日準備食最終日は朝ごはんと昼ごはんは量は8割に抑えて、高カロリーとか高脂質なものは取らずにフルーツとかね野菜をメインに食べました。で、夜ごはんは量はいつもの半分にして消化のいいものをね中心に食べました。準備万端。水分は1日に 1.5 リットル以上をね取らないといけないということで、どこでしょう。水をね2リットル買ってきました。2リットルを3つか。重たい。まあこれに関しては別にいつも2リットル飲んでるから特にまあ問題はないんですけど、より意識してる水分をいっぱい2リットル以上は飲んでいこうかなと思っております。あと無理ない程度の運動、有酸素運動とか温浴とかね、深呼吸とかも大事って言われてるから、しっかりとやっていきたいなと思っております。はい、ってことで明日から頑張っていきたいと思います。おやすみなさい。ちなみに今の体重は出ました。こちらでございます。今の体重は 46.9kg なので、ちょっとねむくみとかが取れればいいなと思っております。バイバーイ。おやすみ。おはようございます。朝は茶葉を飲みました。以上です。今休憩中なんですけど、水がもうこんだけになってしまいました。あとお腹空いたら食うなしの味噌汁とかも飲みながら、ちょっと午後のお仕事も頑張っていきたいと思います。バイバイ。ただいま帰ってきました。無事もう2リットルは飲んで、これプラスペットボトル1本飲み干しちゃったんかな。お茶を飲みました。ちょっとお腹すいたからお茶飲んだ。お茶飲んで紛らわした。夜ご飯ももちろん固形物は取らないので、このねグリーンスムージーを買いました。なんか今正直あんまりお腹すいてなくて全然大丈夫そうやから、水で過ごそうと思うんですけど、もしお腹すいたらこれを飲もうと思います。で、今日は温浴、ちょっと体を温めようと思うので、お風呂にしっかりと湯船使って、でいつもの筋トレとか軽いストレッチとかをして、今日はもう早くお腹空いたらもうすぐ寝ようと思います。多分2日目がきついと思うねやんか。3日目とかは最後の気力で乗り越えられると思うんやけど、2日目がちょっときついと思うから、明日に向けてねちょっと今日はもう早く寝たいと思います。バイバーイ。ただいま、今日は朝から確定申告に行ってきました。今日はな、2日目やから何もせんとこうと思ったんやけど、もう確定申告したらいってなって行ってきた朝から。あー、今日も今日とて水を飲むわ。昨日の晩さ、ほんまにお腹空きすぎて、もうお腹の空きすぎて寝られへんみたいな感じやったんやけど、無理やり寝て朝を迎えた。あげー。昨日のさ、グリーンスムージー買ってたやつまだ飲んでないから、今日の晩飲みたいと思います。で、今日お休みなんやけど、今日はもうゆっくり、ほんまにゆっくり過ごしたいと思う。ってことで、またお腹が空いたら会いましょう。バイバーイ。ちょ、さ、聞いて、もうお腹空きすぎてさ、焼肉とかチョコの画像ばっか探して、見てー、めっちゃ美味しそうじゃない。たまらん。ってことでお腹すいたんで、このグリーンスムージーを飲みたいと思います。おお。めっちゃ美味しい。やばい、めっちゃ満たされる。なんかさ、今回酵素買おうと思ったんやけど、ちょっと酵素高くて、ちょっとなんか給料日前で手出されへんわと思ってたから、今回はねコンビニのグリーンスムージーにした。はい、ってことで今8時過ぎになりました。辛い。もう何も気にせず心の声だけで言うと、やめたい、やめたい、やめてしまいたいって思ってるんやけど、これも美のため。
お肌も改善されるし、ここで頑張らねえと。もう今なんか食べてしまったら絶対後悔するから、まあ、頑張ろうと思った時こそね、ずっと頑張りたいと思います。見て、具なしのお味噌汁、これ飲むだけで全然違うねんな。あー熱い、やけどした。ごちそうさまでした。あー、やっぱり味噌汁飲んだらちょっとマシになるかも。なんかさ、ご飯の時間がなくなったらもう時間にさ余裕ができる、なんかってことで、今からはお風呂に入ってきて、まあ昨日みたいに、まあ、いつもの筋トレとか軽いストレッチとかして、今日はもう早く、もう1秒でも早く寝ようと思います。一緒にね、ダイエットしてる人は頑張っていきましょう。あー、お腹が空きました。もう気悪っ、さっきからさめっちゃお腹グーグー言ってんの。あー、お腹空いた。おやすみなさい。また明日な。こんだけ飲みました。午後も頑張っていきたいと思います。バイバイ。ただいま帰りました。なんか朝とか昼とかは全然余裕やったんやけど、17時ぐらい、5時ぐらいがめっちゃしんどくて、だからお味噌汁、具なしのお味噌汁を一杯飲んだらマシになったから、なんとか耐えてるんですけど、もうお腹空いてほんまにやばいので、今日はもう寝たいと思います。マジで乗り越えた私、天才なのでは？ってことで、また明日の結果発表で会いましょう。バイバーイ。よいしょー、やっ。あー、ちょっともうペットボトルのゴミだらけ。はい、ということで最終日終わりました。終わりました。前と同じ服装に着替えて体重を測っていきたいと思います。出ました、 45.3。 え、待って、 45.3 でさ何キロ減った？ 1.6キロ。減りました、やった。体重落ちたんですけど、まあ何も食べてないからねそれ落ちてもらわな困るって感じなんやけど、まあまた普通に食べ始めたら戻ってはいくんやろうけど、ちょっとそこもね調整しながら、まあ、健康体重を、ね、キープできるように頑張っていきたいなと思っております。水だけはちょっときつかったんですけど、グリーンスムージーとかね、具なしの味噌汁とか、あとお茶とかをちょっと使わせていただきながら乗り越えることができました。もう一生やらんまずやってよかったなって思うことが、まず一つ目は出ましたありがとうございます、本当に。で、二つ目は目覚めがめっちゃスッキリとした。三つ目が時間をね、有効活用できるようになりました。なんか、ていてもそのご飯食べる時間っていうのがなくなったから、その時間を他のことに使えて、時間を有効活用できるなって思った。まあ、体重も減って体もスッキリしたから、良かったも良かったんですけど、何より三日間続けられたっていうこの実績ね。自信がつく。ここまで自分は頑張れるんやっていう、この気持ちをね獲得することができたんで、まあ、ダイエッターさんの中にはね、断食とかやろうかなって思ってる人もいると思うんやけど、まあ、やみくもにするんじゃなくて、やっぱりそのまた概要欄とかにも軽く書いておくけど、まあ、そういうそのちゃんと調べて正しい方法でやっていただきたいなと思っております。明日からはね、回復食を3日間とって、胃を慣れさせていこうかなと思っております。その後はもっぱんってことで、今日の動画はここまで、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。まあね、今日とか明日とかはもう回復食をねしっかりと取るんですけれども、回復食期間が終わったらもっぱんを食べたいと思います。楽しみにしといてみんなってことで、今日の動画はここまで、みんな見てくださってありがとうございました。おやすみー。